アメリカ合衆国アリゾナ州のカタリナ天文台で1974年11月1日に撮影された、コホーテク彗星クロアチアのパジンで1997年3月29日に撮影されたヘールボップ彗星彗星は、太陽系小天体のうち、主に氷やゴミなどでできており、太陽に近づいて一時的な大気であるコマや、コマの物質が流出したを生じるものを指す。 水星は、尾が伸びた姿から、日本語では、放棄星とも呼ばれる。英語では、コメットと呼ばれる。天体写真が似るため流星と混同されがちであるが、天体観望における見かけの移動速度は大きく、異なり、肉眼による水星の見かけ移動は、日周運動に、ほぼ等しいため、流星と違いを引いたまま天空に止まって見える。水星と小惑星とは、 コマやオの有無で、形態的に区別するため、太陽から遠方にあるうちは、水星は小惑星と区別がつかない。水星は、太陽からおおよそ3 a u 以内の距離に近づいてから、コマやオが観測されることが多い。その位置は、火星軌道と木星軌道のほぼ中間に当たる。太陽に近づく周期は、約3年から数百万年以上まで大きな幅があり、 中には二度と近づかないものもある。軌道による分類の不死を参照のこと。水星が太陽に近づいた時に放出されたゴミは流星の元となるゴミの供給源となっている。水星の中には肉眼でもはっきり見えるほど明るくなるものもあり、不吉なことの前兆と考えられるなど、古くから人類の関心の的となってきた。 いくつかの明るい水星の出現の記録は古文献などに残っている。古代ギリシアの時代から長い間、水星は大気圏内の現象だと考えられてきたが、16世紀になって宇宙空間にあることが証明された。水星の性質などには未だに不明な点も多く、また近年は太陽系生成論の方面からも大きな関心が寄せられ、 彗星の核に探査機が送り込まれるなど、研究、観測が活発に続けられている。彗星には、発見報告順に、最大3人まで発見者の名前が付けられる。彗星を熱心に捜索する、コメットハンターと呼ばれる、天文家もいるが、20世紀末以降は、多くの彗星が、自動捜索プロジェクトによって発見されるようになっている。 2006年8月にプラハで開かれた国際天文学連合総会での決議により、水星は小惑星とともにスモールソーラーシステム、ボディーズのカテゴリーに包括することが決定された。これを受け、日本学術会議は2007年4月9日の対外報告において、2007年現在使われている水星、小惑星などの用語との関係については、 将来的に整理されることを前提とした上で、スモールソーラーシステムボディーズの訳語として、太陽系商店体の使用を推奨した。探査機ディープインパクトの衝突体が撮影した、テンペル第一彗星の核。核の大きさは差し渡し6キロほどである。彗星の本体は、核と呼ばれる。核は純粋な氷ではなく、岩石質及び有機質のゴミを含んでいる。 このことから、水星の核はよく、汚れた雪玉に例えられる。核の標準的な直径は1から10キロ程度で、小さく暗いものでは、数十メートル、非常に大きいものでは稀に50キロほどに達する。質量は、大きさによって、かなり異なってくるが、直径1キロ程度の水星で、数十億トン単位、10キロ程度の水星で、数兆トン単位であると考えられる。 これは、地球の山一つ分ほどに相当する。自らの重力で休憩になるには、質量が足りないため、水星の核は不規則な形をしている。氷の構成成分を分子数で見ると、例えば、ハレー水星の場合、80%近くは水で、イカ量の多い順に一酸化炭素、二酸化炭素、アンモニア、メタンと続き、微量成分として、メタノール、 シアン化水素、ホルムアルデヒド、エタノール、エタンなどが含まれる。さらに鎖の長い炭化水素やアミノ酸などのより複雑な分子が含まれる可能性もある。双眼鏡や望遠鏡で見たときに青緑色に見えるのはこれらの微量成分が太陽光で乖離してできる C2 や CN などのラジカルの基線スペクトルが強いためである。2009年には NASA の探査機スターダストによるミッションで回収された水星のゴミからアミノ酸のグリシンが発見されたことが確認された。ゴミの成分は計算塩や有機物をはじめとする炭素質である。計算塩は結晶質と非晶質の両方を含む。通常、計算塩が結晶化するには数百度の高温が必要であり、水星は 低温でできる氷と高温でできる計算事結晶が混じり合っている点で珍しい。水星の核は太陽系に存在する物体の中で最も黒い天体である。探査機ジオットは1986年にハレー水星の核に接近し、核の光のアルベドが4%しかないことを発見した。 また探査機ディープスペース1号も2001年にボレリー彗星に接近して観測を行い核の表面のアルベドが2.4%から3%程度しかないことを発見した。これは月やアスファルトの光のアルベドが7%なのと比較するとかなり小さい値である。複雑な有機化合物がこのような暗い表面を構成していると考えられている。 太陽によって表面が熱せられると揮発性の化合物が特に黒っぽい傾向のある調査の化合物を残して蒸発して飛び去ってしまい石炭や原油のように黒くなる。水星の表面が非常に黒いため熱を吸収して外装のガスが流出する。ヘールボップ水星のネガ写真。こう描いているダストテールとまっすぐ伸びているイオンテール。 太陽から遠いところでは低温のため核は全て凍りついており地球上から見てもただの構成上の天体にしか見えない。しかし水星が太陽に近づいていくと太陽から放射される熱によってその表面が蒸発し始める。それに伴って発生したガスやゴミは非常に大きく極めて希薄な大気となって核の周りを球状に覆う。これは コマと呼ばれる。コマの災害層は水素のガス雲となっており、水素コロナと呼ばれる。アンチテールが見える仕組み。この図は鹿林彗星の軌道を示したもので、地球から見るとダストテールが太陽の方向を向いているように見える。尾が引きちぎられる塩化彗星そして太陽からの放射圧と太陽風により、太陽と反対側の方向に。 尾が形成される。尾には、ダストテールという、ゴミや金属から構成された白っぽい尾と、イオンテール、または、プラズマテールという、イオン化されたガスで構成される青っぽい尾がある。ダストテールは、曲線状となる。これには、核から放出されたゴミが、独自の軌道で交点するようになり、徐々に、核本体から遅れていくため、また、太陽の自転により、 太陽風が渦巻いていたり、太陽の光の圧力の影響なども受けていたり、するためなどの理由がある。2007年のマックノート彗星や、歴史上の大彗星のいくつかでは、何本もに枝分かれした、ダストテールが、線上に広がって見えた。これに対し、イオンテールは、ガスがゴミより強く太陽風の影響を受け、 太陽の引力よりも磁場に従って運動するため、太陽のほぼ反対側に直線上に伸びていく。ただし、太陽風の乱れによって、時には折れ曲がったりちぎれたりするなど、激しい変化を見せることもある。なお、地球が水星の軌道面を通過するとき、水星の曲がったゴミの音地球との位置の関係で、尾の一部が見かけ、 上太陽の方向に伸びているように見えることがあり、アンチテールと呼ばれる。実際には太陽に向かって尾が伸びているわけではなく、あくまでも視覚上の錯覚である。アンチテールの観測は太陽風の発見に大きく貢献した。水星から出る尾の方向とその変化を描いた画像。太陽に接近すると尾が生じる。 イオンの尾はほぼ常に太陽と逆の方向を向いているが、ゴミの尾は曲線状になる。コマや尾は核に比べて非常に規模が大きくなる。コマは水素コロナを含めると時には太陽よりも大きくなることがある。また、主一天文単位以上の長さになることがある。1996年春に明るくなり観測史上最も尾が長く伸びた。 百武彗星では、尾の実長は実に3.8天文単位にも達した。コマと尾はどちらも太陽に照らされ、太陽系の内側に入り込んでくると地球から肉眼で見えるようになることもある。ゴミは太陽の光を直接反射し、ガスはイオン化されるため明るく輝く。ほとんどの彗星は暗すぎて望遠鏡がなければ見ることができないが、10年に。 数個ほどは肉眼でも十分見えるほどに明るくなる。1996年、百武彗星の観測から彗星が X 線を放射していることが発見された。彗星が X 線を放射していることはそれまで予測されていなかったため、この発見は研究者たちを驚かせた。この X 線は彗星と太陽風との相互作用により生じると考えられている。 イオンが急速に水星の大気に突入すると、イオンと水星の原子や分子が衝突する。この衝突により、イオンは一つか複数の電子を捕獲し、それが、X 線や、円紫外線の格子の放出につながると考えられている。水星は、太陽を、焦点の一つとする楕円、放物線あるいは双極線の軌道をとり、軌道によって分類される。 立心率が1より小さい楕円軌道を持つ彗星は太陽を周期的に周回するもので周期彗星と呼ばれる。周期彗星が太陽の近くへ戻ってくることを回帰という。立心率が1である放物線軌道あるいは立心率が1より大きい双極線軌道を持つ彗星は二度と戻ってこないと考えられ非周期彗星と呼ばれる。ただ、 惑星や近傍構成の重力や非重力効果により実際の彗星の軌道は不安定である。特に周期数百年以上の彗星の楕円軌道はわずかな軌道の変化で周期が大きく変わるため周期通りに戻ってくるとは限らない。また講述する通り期限や特性からも周期の長い周期彗星は非周期彗星に近い。このような理由により彗星を 周期彗星と非周期彗星ではなく、後天周期200年未満の短周期彗星と、200年以上の長周期彗星に分けることが多い。その場合、周期彗星という言葉は、短周期彗星と長周期彗星の両方を指す場合もあるが、特に短周期彗星のみを指して用いられる場合もある。周期彗星、長周期彗星、 非周期彗星の三つに分けることもある。21世紀初頭では別の種類として、小惑星帯上にありながら、彗星として活動する彗星が発見されており、メインベルト彗星と呼ばれている。これは小惑星と彗星の分類に見直しを迫ることになるかもしれない。他にも、特徴的な軌道を持つ彗星として、近日点が太陽に、 極めて近いサングレーザーがある。惑星の軌道、カイパーベルト、オールトの雲の位置関係差上図には内惑星と小惑星帯、オレンジ色の木星軌道が描かれている。右上図には紫色の冥王星軌道とカイパーベルトが見える。左下図にある空色に塗られたオールトの雲は、これらとは比較にならないほど遠方に広がっている。古法テク彗星と地球の軌道。 水星の軌道の離心率が大きく、太陽に近づいた時に、軌道速度が速くなることがわかる。短周期水星は、エッジワースカイパーベルト、またはそれに隣接する三卵円板天体を起源に持つと考えられ、波例水星以外に、大型の水星は少ない。一方、長周期水星の起源は、オールトの雲にあると考えられ、大水星になるものが多い。 特に以前の観測記録がない大型の彗星は太陽系の起源を知る上で重要な手がかりとなると考えられている。小惑星は比較的円に近い楕円軌道を描いているものが多いのに対して彗星は非常に細長い楕円や放物線、双極線の軌道を取るものが多い。彗星がなぜ極端な楕円軌道になるような接動を受けるのかを説明するために 様々な説が提唱されてきた。有名なものとして、銀河系の中の恒星が太陽の近くを通過したことにより、オールトの雲を含む太陽系外縁天体の軌道がかき乱され、その一部が太陽へと落下してくるとする説や、ネメシスという太陽の連星、あるいは未知の惑星 X の存在を仮定して、その重力的影響によるものだとする説などがある。 1950年、天文学者のヤン・オールトは、長周期彗星の軌道計算を行い、演実点が、太陽から1万天文単位、10万天文単位の、距離のものが多いことを発見した。そこで、オールトは、小天体が多く集まるオールトの雲と呼ばれる、領域が太陽系の災害演武に存在するという、仮説を提唱した。この仮説は広く受け入れられ、 それ以後彗星は、オールトの雲に起源を持つと考えられるようになった。オールトの雲に存在する天体は、時々お互いに重力的相互作用を起こし、一部が太陽の引力に捉えられて極端な大円軌道を描くようになり、太陽に非常に接近するようになる。オールトの雲とエッジワースカイパーベルトはいずれも太陽系の形成と進化の過程において、 原始惑星系円盤で形成された、微惑星、または微惑星が集まった、原始惑星が残っていると考えられている、領域である。太陽から三英雄岩では、比較的凝固点の高い物質が全て氷、岩石質の物質の総量を上回るため、微惑星の主成分は氷になる。オールトの雲は、主として、木星や土星が形成される付近の軌道にあった。 氷焦点体が形成後の木星や土星に弾き飛ばされたものと考えられ太陽系を嗅覚上に取り巻いている。エッジワースカイパーベルトは太陽系外縁部の氷焦点体が惑星にまで成長できずに残ったものと考えられており、王道面を取り巻くようにして環状に広がっている。したがってオールと雲起源の彗星の方が エッジワース・カイパーベルト起源のものより、形成温度が高いと考えられている。2009年11月の時点までで、3648個の水星が知られており、そのうち、約1500個が、クロイツ群の水星、約400個が短周期水星である。この数は増え続けているが、本当に存在する、はずの水星のうちのごく一部である。 太陽系外部に存在する彗星の元になる。天体はおよそ1兆個存在するかもしれない。地上から肉眼で見えるようになる彗星の数は、大まかには1年に1個程度だが、その大部分は暗く目立たない。歴史上、非常に明るく肉眼でもはっきり見え、多くの人に目撃されたような彗星は大彗星と呼ばれることがある。彗星は質量が小さく、 軌道が楕円であるため、周期的に巨大な惑星に接近し、その度に、彗星の軌道は、節動を受け変わる。短周期彗星は、演実点までの距離が、巨大な惑星の軌道半径と、同じになるような強い傾向が見られる。これらはその惑星の名をとって、木星族、土星族、天皇星族、海王星族の彗星などと呼ばれる。その中でも、 木星の軌道付近に演実点を持つ木星族の彗星が特に多い。オールトの雲からやってきた彗星はしばしば巨大な惑星に接近し重力の強い影響を受ける。特に木星は他の惑星をすべて合計したより2倍以上大きな質量を持っているため非常に大きな接動を彗星に与える。なお、 もし木星や土星のような巨大惑星がなければ、現実より多くの彗星が太陽系中心部に侵入し、一部は地球と衝突していただろうという説がある。また、重力的な相互作用により、軌道が変わったため、過去数十年や数世紀の間に発見された周期彗星のうち、その彗星が将来どこに現れるか予測できるほどよく。 軌道が定まっていなかった、いくつかが見失われている。しかし時折、新水星の過去の軌道を遡ることにより、古い、見失われた水星と同一だと判明することがある。その例として、テンペル・スイフト・ L ・ I ・ N ・ E ・ A ・ R 水星が挙げられる。この水星は1869年に発見され、テンペル・スイフト水星と命名されたが、 木星の節動により、軌道が変わり、1908年以降見失われていた。しかし2001年、LINER が偶然発見した LINER 彗星が、発見後しばらくして、テンペルスイフト彗星と同一の天体だと判明し、93年ぶりの再発見が認定されるとともに、名前が、テンペルスイフト LINER 彗星に、 変更されることとなった。水星の軌道に関する特徴の一つとして、軌道面の傾きが非常に大きいものが多いということが挙げられる。太陽系の惑星は、軌道傾斜角は、おおむね数度程度、大きくても10度以内に収まっている。また小惑星も、20度から30度程度まで傾いているものは多いが、軌道傾斜角がある程度小さいものが多い傾向は、ある。 短周期彗星も惑星の接動により軌道を変えられた影響もあって軌道傾斜角が小さいものが大半を占める。しかし、長周期彗星は王道面とほとんど垂直な軌道を持ったものや惑星や大半の彗星、小惑星と逆向きに好転しているものも多く、ほとんどランダムに空のどこからでも現れるように見える。これはオールトの雲の分布が 嗅覚上であると推定する根拠になっている。彗星の明るさ、すなわち高度は、恒星と同じように等級を単位として表される。しかし、彗星は、恒星と違って書く、コマ、オなどの構造があり、それぞれ明るさがあるため、すべての部分を含んだ、明るさを、全高度、書くだけの明るさを書く高度と呼び区別する。したがって、 コマや青がほとんど発達していない状態の彗星では、全高度と角高度は等しく、逆に大きく発達している場合は、角高度より全員高度の方が明るくなることになる。彗星には、中心角が特に明るい、すなわち中央周光が強いものも、逆に特に明るい部分がなく非常に拡散しているものもある。彗星の明るさを測定するには、 近くにある恒星と比較することになる。コマや尾が発達していない恒星上の彗星では変光性や小惑星の場合と同じように比例法と光外法という方法を用いる。しかし、コマや尾が発達している場合同じ明るさでも天光源と面光源では明るさが違って見えてくるため単純に比較することはできない。 このため、水星の明るさを覚えてからピントをずらして、基準性が同じ大きさに見えるようにし、明るさを比較するシジュイックポー、わざとピントをずらし、水星と比較性が同じ大きさに見えるようにしてから、明るさを比較するボブロフニコフポー、水星が均一な明るさに見える程度にピントをずらしてから、明るさと大きさを覚え、基準性が 同じ大きさに見えるまでぼかしてから覚えた水星の明るさと比較するモーリス法などの方法が用いられる。各高度も全員高度と同様に測定する。測定された水星の高度は観測者の熟練の程度やその日の体調、観測機材の状態、観測状況、基準性の明るさの誤差など様々な要因により観測者によって0.5等級以上ばらつく場合が ほとんどである。また、CCD カメラなどで写真を撮影し、近くの基準性を用いて専用ソフトで明るさを測定することもできる。肉眼で見た高度と、写真で測定した高度は、数等級ずれることもある。水星の高度を正確に予測するのは、非常に難しい。小惑星などの天体は、通常、地球までの距離と太陽までの距離の事情に、 反比例して明るくなるが、彗星の場合は太陽に近づくとゴミやガスが噴出し、コマができたり尾が伸びたりするため、太陽までの距離の5乗から場合によっては10乗以上に反比例して明るくなっていく。彗星の高度の予測には一般に以下のような式が使用される。ここで M は彗星の高度である。M 0は標準高度または 絶対高度と呼ばれ、彗星が太陽からも地球からも一天文単位の距離にある時の明るさを表す。また、デルタは地震距離、R は地震距離をそれぞれ天文単位で表したものである。また、K は高度係数と呼ばれる値で、この値が大きいと高度変化は激しくなり、小さいと高度変化は穏やかになる。 観測期間が長くなり観測データが多数集まってくると専用ソフトウェアなどを用い最小値情報などの方法で標準コードとコード係数を求めることができる。発見から間もないなど観測期間が短くデータも少ない場合はコード係数を10と仮定して明るさを予測することが一般的である。標準コードは彗星の規模によって 大きく違うが、コード係数は5.0から30程度の間に収まるものが大半である。しかし、核が分裂するなどの要因で活動が活発化し急激な増加が起こった場合は、コード係数が100を超える場合もあるし、アウトバーストが終わるなどで活動が衰えた場合や、核が崩壊して消滅していく場合などは、コード係数が大きく負の値を取る場合もある。 ある一本のコード式に常によく当てはまる、コード変化をする彗星もあるが、活動の規模が途中で変化すれば当てはまる、標準コードやコード係数の値も変化する。しかし、いつどのように活動が変化するかを予測することは、非常に難しい。何回か回帰している彗星は、以前の記録をもとにある、程度予測が可能だが、初出現の彗星については、 ほぼ不可能である。また初出現の彗星は、しばらく観測しないとどんな高度式が当てはまるのかも、わからない。彗星の高度予想が難しいと言われるのは、このような理由による。1995年に分裂を始めたシュワスマン、ワハマン第3彗星の B 角から放出される物質。ハッブル宇宙望遠鏡撮影。このアニメーションの期間は3日間。 水星の軌道速度が速い場合、太陽系の内部に入ってきてそのまま太陽系の外部へ出ていく場合がある。大部分の非周期水星がこの例にあたる。また、木星など太陽系内の他の天体による重力的接動によって加速され、太陽系の外へ放出される場合もある。太陽への接近を繰り返すうちに徐々に気発性の成分が脱落していくが、 崩壊、消失に至ることなく小惑星のようになる場合があり、これを水星、小惑星線に天体や枯渇水星核と呼ぶ。そのような過程を経たと思われる天体や、その過渡期にある天体もいくつか見つかっている。小惑星は、水星とは、起源が異なり、太陽系の外側ではなく、内側で形成されたと考えられているが、 ビルト第二彗星からのサンプルリターンにより得られたサンプルが小惑星のものと似ていたことから二十一世紀初頭では彗星と小惑星の境界はやや曖昧になっている。もっとも早期に発見された周期彗星の一つであるビエラ彗星は1846年の回帰時に二つに分裂し次の回帰である1852年には双子の彗星となって現れたが その後は二度と出現しなかった。その代わり、本来水星が回帰するはずであった1872年と1885年に、1時間あたりの出現数が数万個にも達する壮大な流星雨が観測された。この流星群はアンドロメダザ流星群と呼ばれ、毎年11月5日前後に地球がビエラ水星の軌道に突入するために起こる。 21世紀初頭ではほとんど出現はないが、稀に突発的な1時間あたり数十個の出現が観測されることがある。ビエラ水星以降も太陽からの輻射熱や物理的作用により分裂あるいは崩壊、消失した水星は多数観測されている。水星の様々な様相変化の予想は難しく、水星核の崩壊や消失に関する、 理論的な研究はあまりなされていない。しかし、国立天文台の福島秀浦の観測、研究グループによれば、近日点通過前の水星頭部の崩壊前に、極めて得意なマ形状を共通して示していることや、高度観測により、露指数の変化が得意であることが、報告された。実際には、水星の頭部が Y 字や T 字型から、 おむすびのような形に変化していき、周光も薄れ消失するのだという。このモデルに合致した水星としては、例えばスワン水星が挙げられ、普通の水星のコマと違い三角形の形状をしているという報告がなされた。また、平に非水星も同様な消滅過程だと報告された。また、2020年のアトラス水星も3月下旬に、 分裂したと考えられる。分裂以前に考えられていた月より明るい高度は可能性としてはほぼ無に等しい。シューメーカーレビ第9彗星が木星の南半球に衝突して形成された黒い衝突根彗星の中には太陽に飛び込むあるいは惑星やその他の天体に衝突するなどより劇的な最後を迎えるものもある。彗星と 惑星や衛星との衝突は太陽系の形成と進化の初期にはありふれた出来事だったと考えられている。例えば地球の衛星である月の膨大なクレーターの一部は水星が衝突したことで形成されたと考えられている。1993年に発見されたシューメーカーレビ第9水星は1992年に 木星に非常に接近した際にその重力に捉えられ、木星の周りを回る軌道をとっていた。この接近で、すでに水星の核は分裂し、少なくとも21個の破片に分かれていた。そして分裂した核は1994年7月16日から7月22日までに、相次いで、木星の大気に突入、巨大な噴煙や衝突痕は、地球からも観測された。 2009年、2010年にも木星表面に水星が衝突した痕跡らしきものが観測された。パリ天文台に残されているジョバンニカシーニの観測記録によると1690年にも木星に水星が衝突した可能性が高い。さらに2010年に土星と海洋星の大気組成の分析が行われ、それぞれ約300年前と 約200年前に水星が衝突したことを示す結果が得られている。地球にも約40億年前の高気銃爆撃機には数多くの水星や小惑星が衝突した。多くの科学者は高気銃爆撃機に地球に衝突した水星によって地球の海を満たしている膨大な量の水のほとんど少なくともかなりの割合がもたらされたと考えている。しかし、 その理論を疑う研究者もいる。水星に含まれる有機分子を探すことで、水星や隕石が生命の潜具物質、あるいは生命自体さえも運んできたのではないかと推測されてきた。水星の名前は過去に世紀にわたっていくつかの異なる慣習に従って決められてきた。系統的な慣習が採用されていなかった時代には、水星の命名は、 様々な方法によってされていた。最初の周期彗星であるハレー彗星は、彗星の軌道を決定したエドモンドハレーの名前から取られた。同じように、2番目の周期彗星として知られているエンケ彗星は、最初の彗星の発見者、ピエール・メシャンではなく、軌道を決定した天文学者であるヨハン・フランツ・エンケの名前が付けられている。クロン・メリン彗星も、 同様に軌道計算をしたアンドリュー・クロンメリンの名が付けられている。18世紀末から20世紀初頭の明るい彗星の中には3月の大彗星などと名付けられたものもある。いくつかは単に大彗星で区別がつかないので1811年の大彗星などとも呼ばれる。20世紀初頭彗星の命名として 発見者の名前をつけるという慣習が一般的になった。これは現在まで続いている。彗星にはその彗星を独立発見した人の名前が先着順で3名まで付けられる。1990年代に入ると人工衛星や国際規模の彗星及び小惑星の争点、プロジェクトチームによる彗星の発見が相次ぐようになり、数多くの彗星に これらの自動捜索プロジェクト名が付くようになった。例えば、IRAS、荒ラ・タオルコック彗星は、赤外線衛星 IRAS と、日本のアマチュア天文科の荒木源一、イギリスのジョージ・オルコックによって、独立に発見された。現在では、自動捜索プロジェクト名でない彗星の方が少ない。同じ発見者が、複数の彗星を発見しても、 名前で区別はされない。そのため、例えば、双方彗星という名前の彗星は線を超える。彗星を一位に示すには、口述する符号を使う必要がある。ただし、第一彗星、第二彗星などを末尾につけて区別することもある。また、過去に出現した彗星が再発見された場合、彗星自体の発見が公表された後に、 過去の彗星と同定された場合には、過去の彗星の名に再発見者の名前が付けられることも、ある。例としては、バーナード・ボアッティに彗星などがある。なお、発見の公表前に、過去の彗星と同定された場合には、再発見者の名前は付かない。例としては、2008年に、板垣光一と、金田博が再発見し、発見の公表前に同定された。 ジャコビに彗星がある。なお、キロンなど、少数の彗星が小惑星として発見され、小惑星の命名規則に基づいて命名された後に、彗星であることが判明している。逆に見失われていた彗星が小惑星として再発見された例もあり、彗星としての名前のまま小惑星としても登録されている。 1994年までの水星の系統的な符号の付け方としては、まず最初にその水星が発見された年と、その年内の発見順を示す文字からなる仮符号が与えられた。例えば、ベネット水星の仮符号は、1969愛で1969年の9番目に発見された水星であることを意味する。水星の軌道が確定すると、 水星には近日点通過の年とローマ数字からなる確定符号が与えられた。ベネット水星の確定符号は1 9 7 2となる。確定符号は日本語に訳して1970年第2水星などとも呼んだ。確定符号がつくと仮符号は使われなくなった。水星の発見数が増加してくるとこの方法の運用に ほころびが生じてきた。観測技術の進歩により1年の発見数が25を超え、仮符号に使うアルファベットが足りなくなり、また近日点通過から1年以上経って発見されるものも出てきて、確定符号の近日点通過順という原則も崩れてきた。そこで1994年に国際天文学連合は新しい命名方法を採用し、 1995年から実施された。符号は発見が報告された年、月、発見報告順を元にして付けられる。例えば、ヘールボップ彗星の場合は C1995O1 と記載される。最初の C はコメットを意味し、発見報告直後のすべての彗星にはこの符号が付けられる。発見報告後の観測により、 周期彗星だと分かった場合、記号は P に変更される。周期彗星でない場合は C のままである。また、消滅した、または長期間観測されない周期彗星には D、軌道を求めることができなかった彗星には X をつける。2006年7月時点 D がついた彗星は24個 X。 がついた彗星は54個ある。1995は発見が報告された年を表す。O は発見が報告された時期を表す。1月前半が A、1月後半が B というように1年を24に分けて表す。ただし、I は J や1と紛らわしいので飛ばし、Z は使わない。この規則は小惑星と共通である。 1は、その時期の中での発見報告順を表す。ヘールボップ彗星は、1995年7月、後半に発見が報告された、最初の彗星であることがわかる。彗星が分裂した場合、A、B などが、末尾につけられる。2回目の回帰が観測された彗星、または、演説点でも観測できる彗星、あるいは4回の章が観測された。 ケンタウルス属彗星には P の前に公式動詞番号が付けられる。例えば、スパール彗星が回帰して2005年に再発見された時の符号は 171P2005R3 で同時に最初の発見は P1998W1 から 171P1998W1 に変更された。 複数回の発見を区別する必要がないときは、171P、スパルと表現される。2010年9月現在、244P、スコッティまで番号が付けられている。1994年以前の彗星にも、新方式符号が遡って付けられる。例えば、前述のベネット彗星の新方式符号は、C、1969Y1 となる。つまり、 1994年以前の水星は、符号が3つあるということになる。なお、従来は発見者が発見した順に、テンペル第一水星、ビルト第二水星というように番号が付けられていたが、1995年当より新発見の水星には、設備数字が付けられなくなり、2000年には、過去の水星からも、設備数字が廃止された。 バオータイカンボより発掘された天文気象像占いより水星図。占い文はこれらの水星が現れると平乱や薬病の流行が起こると記している。バイユーのタペストリーに描かれたハレー水星。上にはラテン語で彼らは星を見ていると書かれており、ハロルド2世の獣神たちが水星を指さして恐れる姿が描かれている。 1506年にアウクスブルクで観測された彗星を描いた海外望遠鏡が発明される以前、彗星は夜空の何もないところから突然現れ、ゆっくりと消えていくように観測された。そのため、流星群や日食と同様に、君主の死や国の滅亡、災害、薬病といった出来事を予告する強調と信じられ、果ては、 地球の住人に対する点からの攻撃であると解釈されることすらあり、人々はその出現を恐れた。世界各地で古代より水星についての記録が残っている。紀元前2320年のバビロニアやギルガメシュジョジシ、ヨハネの目白録エノクショといった書物で落ちる星として言及されているが、これらは水星もしくは火球について言及したものだと。 解釈されている。中国では特に多くの記録が残っており、紀元前より、ハレー彗星の回帰が4度記録されている。紀元前1059年頃ろ、陰大末期の甲骨文に彗星と思われる記述が残されているが、確実な最古といえる記録は、紀元前613年の春秋に記されたものとされている。他紀元前240年、旗の始皇帝が、 ハレー彗星を見たとする記録が四季に残されている。ヨーロッパでは彗星は気象現象の一種だと考えられていたため、古い記録は中国ほど多くはないが、有名な例として1066年、イングランド王国のハロルド2世が即位して間もない頃に火の星が現れ、獣神たちを怯えさせたことが、アングロサクソン年代記や万有のタペストリーに、 記録されており、その直後に戦役が発生、王は戦死主国は征服された。日本では684年のハレー彗星の回帰に関する記述が日本初期に見られる。13世紀に多発した際には末法の時代に現れるという静粛変換難として恐れられた。アリストテレスは彼が表した最初の気象学の本、 気象論で水星に対する見解を示し、それが西洋の思想を2000年近くにわたって支配することになった。彼は水星は惑星であるか少なくとも惑星に関係する現象であるという、それまでの学者の説を否定し、天文現象ではなく気象現象と考えた。その根拠は惑星の動く範囲は王道体の中に限られるが、水星は 空のあらゆるところに現れるというものであった。その代わり、彼は水星を大気の上層部で起こる現象だと捉え、そこは温度が高く乾いた蒸気が集まり時々勢いよく炎が燃え上がるのだと考えた。彼はこの仕組みは水星だけでなく流星やオーロラ、そして天の川の生因にさえなっていると考えた。その後、 この水星に対する見方に反論する古代の学者が少数だがいた。ルキウス・アンナエウス・セネカは彼の著書、自然研究において、水星は空を規則的に動き、風に邪魔されることがなく、大気中の現象よりは天体に、典型的な運動をすることを述べていた。彼は、他の惑星が王道体の外に現れることがない、ことを認めつつも、 研究上のものに関する人間の知識は限られているため、惑星のような物体が空のあらゆるところに現れる可能性を否定する理由はないとした。しかし、アリストテレスの立場の方が影響力が大きく、彗星が地球の大気圏外にあるということが証明されたのは16世紀のことであった。1577年に明るい彗星が現れ、 数ヶ月間肉眼で観察できた。デンマークの天文学者、ティコブラーエは、水星に測定可能な示唆がないことを確かめるため、水星の位置を自分で測定するとともに、遠く離れた場所の観測者にも測定させた。正確な測定をしたところ、その測定結果は、水星が少なくとも、月より4倍以上遠くにあるということを示していた。18世紀にもなると、 多くの天文学者たちが水星の発見と研究を競ったが、中には水星と紛らわしい天体があることも知られるようになった。1764年にロンドン王立協会の外国人会員になったフランスのシャルル・メシエは、自らも水星の創作を行う傍ら、水星と紛らわしい天体が多いことに並行していた。そこでメシエは、 水星ではない天体のリストを作り始めた。これが天体カタログのメシエカタログである。メシエ自身も1760年に最初の水星を発見している。アイザック・ニュートンのプリンキピアに示された放物線に合わせた1680年の大水星の軌道水星が宇宙空間にあるということは証明されたが、水星がどうやって空を移動しているのかという疑問は、 その後、数世紀にわたって、議論の中心になるように思われた。ヨハネス・ケプラーが1609年に、惑星の軌道は、楕円軌道であると決着をつけた後でさえ、彼は、惑星の運動を支配している法則が、他の天体にも影響を与えていると信じるのを、躊躇した。彼は、水星は、惑星の間を直線軌道で運行していると、信じていた。 ガリレオ・ガリレーは、地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスの擁護者で、あったにもかかわらず、ティコによる水星の示唆の測定結果を受け入れず、水星は地球大気の上層を直線上に動くというアリストテレスの考えを支持し続けた。ただし、ケプラーのシミヒャエル・メストリンは、水星の軌道が直線からわずかにずれることを観測で確認しており、 ケプラーも自身の説を発表するにあたって死のデータを改ざんせずその理由について地球の運動のためとの考察を与えている。ケプラーの惑星の運動の法則が水星にも適用されるべきだと初めて提案したのはウィリアム・ローアーで1610年のことであった。その後数十年間ピエール・プティ、ジョバンニ・ボレリ、アドリアン・オーズーロバート・フッ そしてジョバンニカッシーニなどを含む他の天文学者たちは、水星は太陽の周りを曲線上の軌道、楕円軌道か放物線軌道を描いて運行しているという説を唱えたが、その一方、クリスティアン・ホイフェンスやヨハネス・ヘベリウスは、水星は直線運動をしているという説を指示した。この問題は1680年11月14日に、 ゴットフリーとキルヒが発見した、キルヒ彗星によって解決された。ヨーロッパの至るところで、天文学者たちはこの彗星の位置を観測し続けた。1687年、アイザック・ニュートンは、彼の著書、自然哲学の数学的諸原理において、万有引力の逆事情の法則の影響下で、運動する物体は、軌道の形が、 円錐曲線の一種になるということを証明し、天空における水星の運動が放物線軌道とどのように適合するかを1680年の水星を例にして具体的に説明した。1705年、エドモンド・ハレーは1337年から1698年までの24個の水星の出現に対してニュートンの手法を応用した。するとハレーは 1531年、1607年、1682年に現れた3つの水星の軌道要素が極めて似通っていることに気づいた。しかも、軌道要素のわずかな違いは木星と土星による重力的な節動によって説明することができた。彼はこの3つの水星の出現は同じ水星が3回出現したものだと確信し、 この水星は1758年か1759年に再び戻ってくるだろうと予言した。ハレーが予言した水星の戻ってくる期日は、後に3人のフランスの数学者によって改良された。アレクシス・クレロー、ジェロー・ムラ・ランド、ニコル・レーヌル・ポートである。彼らは、水星の1759年の近日転通過日時を1ヶ月以内の誤差で予言した。 水星は予言通りに回帰し、その水星はハレー水星として知られることとなった。短い周期を持ち、歴史上の記録に何度も登場するような水星の中でハレー水星はどの出現でも肉眼で見えるほどの明るさになったという点で得意である。ハレー水星の出現の周期性が確立して以降数多くの周期水星が望遠鏡を使って 発見されてきた。二番目に発見された周期彗星は円形彗星である。1819年から1821年までの期間中、ドイツの数学者、物理学者のヨハン・フランツ・エンケは、1786年、1795年、1805年、1818 18年に観測された一連の彗星の出現から軌道を計算し、 これらは同一の彗星であるという結論を下し、1822年の出現を予言するのに成功した。1900年までに17個の彗星について1回以上の近日点通過が観測され、周期彗星として確認された。2010年までに240個以上の彗星について、周期彗星としての識別に成功しているが、 そのうちのいくつかは消滅したり見失われたりしている。アイザック・ニュートンは、水星を固くしまった頑丈な個体だとした。つまり非常に長い楕円軌道を描き、その軌道と方向がかなり自由な惑星の一種であって、その後は、太陽熱で着火、または加熱された頭部、つまり、水星の核から放出された非常に希薄な蒸気だと考えていたのである。また、 ニュートンにとっては、水星は、惑星の水分と湿気を維持するために、不可欠なものだと思われた。つまり、水星の蒸気と放出ガスが凝縮したものから、植物が生まれ腐敗し乾燥した土になるために、使われるすべての水分が最供給、補充されるとした。ニュートンは、すべての植物は、液体から増え、それが腐敗して、土になると考えていたためである。 だとすると乾いた土の量は絶えず増加するため、その惑星の水分は絶えず供給されていない限り、絶えず減っていき、ついにはなくなるはずだと考えたのである。ニュートンは、我々の空気の最も生命で最上の部分を、構成する、生命とすべての存在に絶対不可欠な生気が、彗星によってもたらされるのではないかと考えた。また、彼の推測によると、 水星は太陽に新しい燃料を補充しており、その発光体からすべての方向に絶えず、送られる流れによって太陽の光を回復させているとした。巨いなる湧き立後より震えては、あまたの修玉に潤いを蘇らせるその長き楕円の風の吹くところ傾く太陽に新たな燃料を与える星界を照らすがため天空の火を養う18世紀以前に、 水星の物理的構造について正しい仮説を立てていた科学者もいた。1755年、イマヌエル・カントは、水星は気発性の物質で構成されており、それが蒸発することが原因で、近日点付近で水星が明るくなるのだという仮説を立てた。1836年には、ドイツの数学者、フリードリッヒ・ベッセルが、1835年の、 ハレー彗星の回帰で蒸気の流れを観察したことから、彗星から蒸発した物質の反動は、彗星の軌道に大きな影響を与えるのに十分なほど大きい可能性があると指摘し、塩化彗星の非重力的な運動は、この仕組みによるという説を唱えた。しかし、彗星に関連した他の発見により、一世紀近く、これらの説はほとんど忘れ去られていた。 1864年から1866年の期間中、イタリアの天文学者、ジョバンニスキアパレッリは、ペルセウス座流星群の軌道を計算し、軌道の類似性から、スイフトタットル水星のゴミが、ペルセウス座流星群の原因であるという仮説を立てた。水星と流星群との関連は、1872年に、劇的な形で示されることとなった。 ビエラ水星を原因とする激しい流星群の活動が観察されたのである。ビエラ水星は1846年の回帰で2つに分裂したのが観察され、次の1852年の回帰以降は全く観測されなくなっていた水星である。これをもとにして水星は表面を覆う氷の層と緩く堆積した。 小さな岩石のような物体から構成されているとする水星の構成の砂利の堆積モデルが現れた。20世紀半ばまでこのモデルは数々の欠点に悩まされてきた。特にわずかな氷しか含んでいない物体が何回かの近日点通過を経た後も蒸気が蒸発することで明るく見え続けるということがなぜ可能なのかを説明できなかった。1950年。 フレッド・ホイップルが、水星は、氷と、ゴミからなるという、汚れた雪玉を提唱した。岩石主体の天体にわずかに氷が混じっているのでは、なく、氷が、主体の天体に、ゴミや岩石が混じっているというのである。この、汚れた雪玉モデルはすぐに受け入れられた。アメリカ航空宇宙局の打ち上げた、伊勢マイナス3は、当初のミッションを終えた後に、 アイスと解明されて地球の重力圏を離れ、1985年にジャコビニツィナー彗星に接近し、彗星への近接探査を行った最初の宇宙探査機となった。翌1986年には日本の宇宙科学研究所、欧州宇宙機関、ソ連、東欧宇宙連合が打ち上げた計5機の探査機にアイスを加えた6機、通称 ハレー艦隊が連携して、ハレー彗星の核を観測した。エサのジオットが核を撮影したところ、蒸発する物質の流れが観測され、ハレー彗星は、氷とゴミの集まりであることが確かめられ、ホイップルの説が実証された。ジオットは1992年にも、グリッグシェレルップ彗星に接近、観測を行った。1998年に打ち上げられた。 NASA の光学実験探査機ディープスペース1号は2001年7月21日にボレリー彗星の核に接近して詳細な写真を撮影し、ハレー彗星の特徴は他の彗星にも同様に当てはまることを立証した。探査機スターダストが撮影したビルト第2彗星。明るい面と暗い面からジェットが噴出しており、地形は光量としていて、 完走していた。その後の宇宙飛行ミッションは、水星を構成している物質についての詳細を明らかにすることを目標に進められている。1999年2月7日に打ち上げられた探査機スターダストは、2004年1月2日には、ビルト第二水星に接近して、核を撮影するとともに、コマの粒子を採取し、2006年1月15日に、 標本を入れたカプセルを地球に投下した。標本の分析により、水星を構成する主要元素の構成比から、水星は太陽や惑星などの原材料物質であることを示すとともに、高温下で形成される観覧石などが発見された。高温下で形成される物質は、従来の説で水星が生まれたとされる領域で、形成されたとは考えにくく。 太陽に近い場所で形成された物質が水星が形成された太陽系外縁部まで運ばれてきた可能性や従来の説よりも水星が形成された場所が太陽に近い場所であった可能性など水星の形成理論の再構築が必要となる可能性がある2005年1月12日に打ち上げられた探査機ディープインパクトは同年7月4日に 核内部の構造の研究のためにテンペル第一水星にインパクターを衝突させた。この結果、短周期水星であるテンペル第一水星の成分は長周期水星のものとほぼ同じであることが判明した。さらに、ゴミの量が氷よりも多かったことから、水星の核は汚れた雪玉というよりも凍った霊断子であると見られている。 また、テンペル第1彗星の内部物質からも、かつて高温化の条件を経験したと考えられる物質が検出されたため、ビルト第2彗星からの物質とともに、彗星の形成理論や太陽系初期の状況を考える上で貴重な情報となった。これまでに行われた、近接探査実現しなかった、近接探査望遠鏡がなかった時代。 彗星の発見はもっぱら肉眼によるものであった。1608年に望遠鏡が発明されると、それによって肉眼では見えないような暗い彗星を発見することができるようになった。やがて望遠鏡や双眼鏡を駆使して彗星の創作を精力的に行うコメットハンターと呼ばれる天文家が現れた。光術のような自動探査プロジェクトが 電子機器の発達などによって、技術的に可能になった20世紀最末期に至るまで、水星や小惑星の新発見は、こうしたアマチュア天文化に深く依存していた。20世紀以降に活躍したものを挙げる。より詳細や、過去のコメットハンターについては、当該項目を参照のこと。1990年代後半になると、このような状況に、 劇的な変化が生じた。LINEAR や NEAT などといった地球近傍小惑星の強力な自動創作プロジェクトが相次いで始動し、冷却 CCD カメラによって18頭や20頭などといった極めて暗い彗星が根こそぎ発見されるようになったのである。北半球で太陽から比較的離れた区域の空は自動創作プロジェクトによって ほとんどの彗星が発見されるようになり、アマチュア天文家などが彗星を発見することは非常に困難になった。また、1996年には太陽観測衛星双法が観測をはじめ、その副産物として黒いぐいに属する彗星が極めて多数発見されるようになった。地球近傍天体捜索プロジェクトなど、以下のプロジェクト名の中には、 契約がないものもあるのに注意。毎年数百個の小水星が太陽系の内側を通過していくが、そのうち世間一般の話題となるような水星は極めて少数である。大体10年に1個前後、あまり夜空に関心がない人でも気づくほど明るくなるような水星が現れる。そのような水星はよく大水星と呼ばれる。過去には、 明るい彗星はしばしば一般市民にパニックやヒステリーを引き起こし何か悪いことの前兆と考えられた。20世紀に入ってからもハレー彗星の1910年の回帰の際に彗星が地球と太陽の間を通ることから彗星の王によって人類は滅亡するというような風説が広まった。この当時すでにスペクトル分析によって彗星の王には 猛毒の生産が含まれていることが知られており、また天文学者で SF 作家でもあったカミー・ユフラマリオンは、尾に含まれる水素が地球の大気中の酸素と結合して地上の人々が窒息死する可能性があると発表した。これらが世界各国の新聞で報道され、さらに尾ひれがついて一般人がパニックに陥ったと言われる。日本では 空気がなくなっても大丈夫なようにと、自転車のタイヤのチューブが高値でも飛ぶように売れ、貧しくて買えないものは水に頭を突っ込んで息を止める、練習をするなどの騒動が起きたとされているが、世界の終わりを信じた人はごく一部だったと、受け取れるような記録もある。その後も、1990年には、オウム心理教の朝原昌光が、オースチン彗星の地球接近によって、 天変地異が起こると懸念したり、1997年のヘールボップ彗星の出現時には、カルト団体、ヘブンズゲートが、集団自殺事件を起こした。しかし、ほとんどの人にとっては、大彗星の出現は単に素晴らしい天体ショーである。様々な要素により、彗星の明るさは、予測から大きく外れるため、彗星が大彗星になるか否かを予測するのは、 難しいということはよく知られている。大まかに言うと、もし水星の核が大きく活発で、太陽の近くを通る軌道で、最も明るい時に、地球から見て太陽により不鮮明になっていなければ、大水星になる可能性が高い。しかし1973年のゴホーテク水星は、これらすべての条件を満たしており、壮大な水星になると期待されたにもかかわらず、 実際はあまり明るくならなかった。その3年後に現れたベスト彗星はほとんど期待されていなかったが、実際は非常に印象的な大彗星となった。20世紀後半には大彗星が出現しない長い空白期間があったが、20世紀も終わりに近づいた頃、2つの彗星が相次いで大彗星となった。1996年に発見され明るくなった。 百武竹彗星と1995年に発見され、1997年に最大高度となったヘールボップ彗星である。21世紀初頭には大彗星が、それも2個も同時に見ることができるというニュースが入った。2001年に発見されたニート彗星と2002年に発見された LINER a 彗星である。しかしどちらも最大高度は3等に止まり、 大水星とはならなかった。2006年に発見され、2007年1月に近日点を通過したマックノート水星は予想を上回る増光を起こし、昼間でも見えるほどの大水星となった。近日点通過後は南半球でのみ観測されたが、尾が大きく広がった印象的な姿を見せた。ほとんど深淵の軌道を好転している 29P。 シュワスマン・ワハマン第一彗星と木星、土星の軌道の比較知られている数千もの彗星の中にはとても変わったものもある。ンケ彗星は木星の内側から彗星の内側にまで入る軌道を回っているし、シュワスマン・ワハマン第一彗星は木星と土星の軌道の間に収まった軌道を回っている。 土星と天皇星の間を不安定な軌道で回っているロンは、最初は小惑星に分類されていたが、後に、希薄なコマが発見されたため、現在では、水星と小惑星の両方に分類されている。同様に、シューメーカーレビ第二水星も小惑星1990ウル3として発見された。近日点。 演説点が共に小惑星体内にある彗星も複数見つかっており、メインベルト彗星と呼ばれている。蒸気のキロ論や、シューメーカーレビ第二彗星のように、最初は小惑星として発見された天体が後に、彗星だと判明する例が20世紀末以降は、増えている。逆に、発見時はわずかながらコマやオが観測されたが、後の回帰の際は、 オが全く見られなくなっているアラン・リゴー彗星やウィルソン・ハリントン彗星、彗星としての活動が観測されたことは全くないが、流星群の母天体となっている小惑星、ファエトニやオルヤトなどのような例もあり、これらは揮発成分を使い果たした枯渇彗星核だと見られている。その他の小惑星や惑星の衛星の中にも軌道や成分などから、 元は水星だったと考えられるものがある。2007年に大バーストを起こしたホームズ水星。中央やや左に明るいコマが、右に青い4テールが見えている。水星によっては短時間の間に急激な増高を起こすことがある。特にホームズ水星が2007年10月下旬に起こした大増高は印象深い。 二日足らずの間に17頭から2頭級まで明るくなり、肉眼でも明るい星として容易に見ることができた。その後、この造光で放出されたと思われるダストが球状に広がり、その直径は太陽よりも大きく広がった。ホームズ彗星は一時的に太陽系最大の天体となったのである。1986年に接近したハレー彗星も、 後に突然増光が確認されている。これもアウトバーストが原因ではないかと言われている。記録に残されたもの、残されていないもの問わず、多くの彗星の核が分裂するのが観測されてきた。1846年の回帰の際に2つに分裂し、後に流星群だけを残して消滅したビエラ彗星が有名な例である。また、 シュワスマンはハマン第三彗星は1995年の回記時に4個に分裂し、その後さらに分裂して2006年には30個以上の破片になっていた。この他にもウエスト彗星、池ヶ谷、石彗星、ブルックス第二彗星など、彗星核の分裂が観測された彗星は数多い。崩壊、消滅した彗星としては、 1994年7月に木星に衝突したシューメーカーレビ第9彗星も有名である。1908年のツングースカ大爆発は、円形彗星の破片が地球に衝突したのではないかとする仮説がある。隕石の落下によって生じるクレーターが全く見られなかったことから、大気圏に突入した彗星の破片が上空で爆発、蒸発したことによって、 甚大な被害を及ぼしたのではという見解がある。1979年、かつての大彗星から分裂した黒い津群の彗星が太陽面に接近し蒸発、雲散無消する姿が太陽観測衛星 P78 から1のコロナグラフ、ソルウィンドによって観測された。この彗星は観測した天文学者らの名前から ハワード空面ミッチェル彗星と命名されたが、同衛星がその後も彗星を発見したためソルウィンド第一彗星として広まる。このような事例は数多く起こっており、1995年に打ち上げられた太陽探査機双方は毎年数十個の彗星が太陽に突入するのを観測している。十分に大きな彗星は、 近日点通過後も生き延びるという予測があったが、初の事例となったのは2011年のラブジョイ彗星である。彗星自体が変わった性質を持っているものも多い。1961年に観測されたヒューメイソン彗星は、近日点が約2天文単位と遠かったため、それほど明るい彗星ではなかったが、観測ではダストの尾がほとんど見られず。 大部分がイオンの尾で構成されていたことが報告されている。また、核の直径自体もおよそ30キロと、当時としてはかなり大きい部類に入る彗星でもあった。彗星は SF 作家や映画制作者には人気のある題材であるが、氷の天体というよりも燃えている天体のように誤って描写されることも多い。フィクションの中のハレー彗星については、 ハレー彗星の項を参照。また、彗星が地球へ衝突するという状況を描いた作品も多数存在する。ありがとうございます。